終盤まで競り合う展開で、あの回は清水選手がベルベースに出塁して、チャンスが打席に回ってきました。こんなことを考えながら、打席に入ってきましたまあ、なんとしてもランナーを返すということを、考えて、ゴールになるのを達せられないので、自分で返すという気持ちで、打席に立ちました。自分で決めてやろうと。そうですね。あの当たりの時はどうだったんですか？ちょっとボテボテだったんで、なんとかサードランナーの渡辺に、ホームに生還してほしいという思いでした。まあ、今シーズンさまざまな活躍がある石川選手ですが、どうですか、サヨナラヒットという気持ちはいかがですか？まあ、やっぱり何回打っても、すごく、嬉しいものです。はい。それから今日は3本ヒットということになりました。ご自身が目標にしている3割というのでも、これ大きな3本だったと思いますが、いかがですか？そうですね、まあ、3割というのは本当に目標にしている数字なので、終わった時に達成できていればいいなと思います。さあ、シーズン終盤、この後札幌ドームの試合が続きますが、一ついい形で勝利を得ることができましたですね。僕たちも今日移動ゲームで、選手みんな疲れてたと思うので、早く帰って寝たいです。さあ、では今日はしっかりと休息を取ってまた明日からということになりますが、明日以降の試合に向けての準備をお願いします。あと、3つ、札幌ドームで、今週あるので、皆さん足を運んで、温かい応援で選手を、サポートしていただければ幸いです。よろしくお願いします。